毎日取れたてのお魚を味わえるスポットが佐岐市にオープンします。職人の手さばきを間近で見られるオープンキッチンなど工夫の凝らされた空間です。佐岐市東古市町にあさってオープン予定の佐岐の魚本舗、築110年の郵便局を改装した木のぬくもりを大切にした味わいのある建物です。どうぞ。今日は楠瀬耕作佐岐市長や高知信用金庫の山崎くるみ理事長などが出席し、新たな観光拠点の完成を祝うとともに内覧会が開かれました。佐岐市では雇用の創出や交流人口の拡大を図ろうと、 JR 佐岐駅周辺の中心市街地に魚市場などを整備する海の町プロジェクトを進めています。今回のオープンはその一環で、県内外からの集客が期待されています。佐岐の魚本舗の1階は水揚げされたばかりの新鮮な魚を使った丼やお造りなど10種類のメニューを味わえるオープンキッチンを備えた店舗で、壁には佐岐で獲れる魚100種類が描かれています。店舗に併設するホール、古市楽座やイベント開催が可能なスペース縁日広場も整備されていて、今後地域の人たちの憩いの場などとして活用されるといいます。なかなか地元で土日に食べるところがない、昼間、そんな声が多くありました。佐岐の魚のこの地元でのですね、情報発信拠点ということで、ここへ皆さん来ていただいて、佐岐の町を回っていただくと、そのような拠点としての期待をしております。佐岐の魚本舗はオープンに合わせて25日、26日に特別イベントを行う予定です。